デモンスコープチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。コパです。今日はですね、いやいやいや、もうね、コパね、あれちょっとね、はい、よいしょと。コパね、はい、Jトークなんですけどね。Jトークです。いや、ちょっとね、分かったことが何ですか、急に。俺やっぱりね、麻雀が好きだ。なんすか、改めて。なんか革ジャンっていいよなって。まあいいですよね、思って。でさ、はい、言うても、はい、今のさ夏じゃん。7月ですからね。夏じゃん。夏ど真ん中ですよ。だからさ、俺もさ、言うても湘南住人だから、こうショーツT シャツとかでさ、ラフなスタイルをさ、うんうんうん、好んでたけどさ。まあそうですね、ここのとこずっとそういう革ジャンはもう飾り、インテリアになってたけど、見て楽しもうな、うシーズンみたいなになってたんですよ、うん、なんですけど、本当にかっこいいなっていうことをね、改めて思って。そうそう、それでまあ言うてもね、はい、本当に革ジャンハイシーズンに流行るのなんて9月、まあ9月過ぎた末だよね。そんぐらいですよね。で、早く革ジャン着たいなっていう革ジャンフリーカーは、うん、真夏とかはどうし過ごしてるのか分かんないけども、はい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 、ちょっとでもね、朝涼しかったり夜寒かったり、ああちょっと秋の風になったなとか思ったらさ、何よりも先に革ジャンを思い浮かべるわけですよ。確かに俺もこの前アナハイム着ちゃいました。ちょっと夜肌寒かったから、バイクの時に革ジャンフリーカー。ね、そうそうそう。そうさ、なんかちょっと思って、で、それでね、はい、なんかいろいろ考えたら、まあありがたいことにかなりこう予約をしないと今ね。あ、まあそうですね。この前の、うん、あの動画でも、あ、そう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 、ね、そう。お伝えしましたけどね。紹介させていただいたんですけれども。あの本当今バザーズとか、はいはいはい、オールウェイ、グライド、キングス、ジョージアとかその辺は全部、うん、特にライダースジャケットと言われるデザインのものはほぼご予約で埋まってしまう、まあ、2番3番は特にねっていう現状がありまして、なんか心苦しいなっていう部分ももちろんあるんだけど、でもなんかこういう時期にね、とりあえず今7月なんですけど、多分今週来週ぐらいに、はい、バザーズとゴールウェイが入荷してくるじゃないですか。そうですね。でもそれもバザーズはもうほぼ売り切れ状態、2番はもう点灯ないし、ゴールウェイも2番もあとあと1着とか、そうですね、そう、そういうレベルじゃない、うん、もうそれでさ、なんか予約は嫌だ、確かに予約は不安だよね。お電話いただきますか。さっきもちょうどゴールウェイのお電話いただきましたよ。そうですね、サイズどんぐらいですかね。はいはいはい、はい、でも本当その前の動画紹介で、まあ、サイズ交換も受けたまわるし、うん、っていう話をしたけどね、うん、それそうですね、ちょっと見てみてください、うん、ぜひぜひ見てみてください。概要欄にリンク貼ってきます。うん、 それで今月入荷で、はいはい、7月に革ジャン届いてもなって思う人とかいたかもしれない。だったら9月のでいいやと思います。でもね、欲しいと思った時に物がなかったら、それって多分物が入荷してきた時に買えればいいけど、今ちょうど7月分の入荷が今度あって、はい、次が9月でしょ。 そうですね、その次が11月ですね。だよね。でも11月なんて予約が入っちゃってる状態で、うん、我々が何ができるかって言ったら、やっぱりそのいいものを届けることはもちろんだけど、年中、はい、革ジャンと関わってる人間として、革ジャンの時期じゃない時はないんだってことがね。なるほど。最近分かったわけですよ。今だってクーラーをね、うん、ガンガンにつけて、いや、それがエコじゃねえとか、うん、自然環境破壊してんじゃねえかとか、うん、いうぐらいなら、うん、ドア開けっぱなしのデパートは夏場どうなんだと。
ていうね、まあ、別にそんな今のくだりは本当どうでもよかったんですけど、ちょっと分かんない、どうでも分かんない。ちなみに今クーラー消えてるんで、めちゃめちゃ暑いんですけど、結構ね音が入っちゃうから。そうそう、なんだけどやっぱりこう着てるとさ、このしなる音とかありますよね。そう、しなって、このしわね、結構ね、いい感じになりましたね。そうだね、なんかそういうのとかやっぱり好きなんだよね、うん、だから俺はね、やっぱ決めたよ。何を？革ジャンと共に生きるってこと。いや、笑ってるけど。いや、笑ってるけど。じゃあ、共に行きましょう。はい。っていう感じでね。そう、今ちょっと決意表明というか、決意表明ですね。はい、改めてって感じ、ね、改めましたね。改めてこう、革ジャンね、着るシーズンっていう感じじゃなかった、この時期に、うん、着てみて感じたっていう。そうですね、改めてね、はい、サンセットベイでディレクターを務めさせていただいてます、ジャーニー加藤と申します。オープニングだな。クラスね。ってことで J トーク始まります。J トークです。お待たせしました。お待たせしました。いやー、暑いね。暑い、夏だね。夏ですか、うん、前が6月、J トークの第6回かが6月だったんで、ちょうど1ヶ月はい無理ですね。いやね、 J トークは結構ね、こうマニアックにコアなファンがいるのでね、あとでね、意外と小ネタが、いい小ネタが入ってたりするから、ああそうかな、見てるとちょっとなんか情報、知識が増える。そうね、地味に増えていくっていう。そうそうそう。だからね、今ね、僕がね、一番自慢したいことも旬のネタがあるじゃないですか。ありますね。ジャニーさんのカメラの向こう側にあるんですけどね。今俺のね、目の前にね、うん、その子がいて、はいはいはい、いや、昨日ですね、婚約しまして、ついに婚約というか結婚ですね。昨日籍を入れました。あ、そうですね。そうですね、おめでとうございます。ありがとうございます。めでたい。いや、めでたいですよ。もうこんなね、なんか僕も言うても今まで、うん、これから先は本当つまんない話かもしれないです、知らない人には。ああ、そうかもしれないですね。ね、そうですね。そう、僕もね、まあ大好きなヴィンテージハーレーを乗り始め、パンヘッドに乗り、そうですね。それを降り、うん、ナックルヘッドに乗り、はいはいはい、それも降り。ね、姉もスコープができ、はい、毎日は不安な日々でしたよ、うん、とんでもないコロナという逆境に本当ですね苦しめられ、うん、もう俺は二度とバイクに乗れなくなるんじゃないかと思うぐらい、精神ともに、精神ともにってのは心身ともに。ね、ちょっと疲れ張って、はいはい、小馬に八つ当たりし、コバに怒り、まるでコロナはコバが発症をした連れてきちゃったような、だったんじゃないかとぐらいにコバを罵り、いや本当にこの場を借りて本当どうもすいませんでした。全然問題ません。いやいや、そんなそこまでひどかないけどね。そうです。でもね、なんかそれこそ本当僕バイクも乗んないかなとかとたまに思ってたんですよ。うん、なんかそう、まあ、あんまなかったですもんね。そうそう、なんか自分が乗ってていいなとか言ってたけど、そうそうそう、なんか、ね、乗ろうかなみたいな感じじゃなかったですよね、まずそこまで。チャリでいいやぐらい、うん、なんかもう半ば諦めよ。テストもあったし、テストもあったし、あるし、今あるか。そうっすね。それで、うん、まあでもね、やっぱきっかけとなったのは、うん、やっぱ誰でもね、コバだよね。コバがやっぱかっこいいチョッパーに乗ってさ、はい、店の前とか置いたら目引くしいいんじゃないって言って、はいはいはい、乗ってきてくれてね、置いてるじゃない、ね、そういうの見てさ、はい、エンジンかけて過ぎ去っていく姿、後ろ姿を見てさ、俺は思ったわけよ、かっこいいな。はい、かっこいいな、バイク。そういえば俺バイク乗ってたんだな、思い出したわけですか。元カノのことをさ、はいはいはい、思い出したわけですよ。でね、ブルーグルーヴさんっていう
我々がともにおしゃれ、おしゃれじゃない、お世話になってる。そうですね、お世話になってます。なってるね、なってるところのオーナーさんにね、ちょっとパンヘッドのチョッパーでも作りたいな。パンヘッドのチョッパーに乗りたかったから。ああ、言ってましたもんね。やっぱね、パンナックルといって、うん、やっぱりパンのあの感じが好きだなって思って、パンに行こうって思った矢先ですよ。そこにさ、はい、美女の中にさ、うん、ゴージャスな、はい、連れて歩きたいなと思う美女たちの中に、はい、一人けなげに微笑みかけてくれてる彼女に出会ったんだよ。すごい華やかな地位ではなく、うん、かといって埋もれてるわけでもなく、けなげにそのスタイルを貫き通し、現行でもね、はい、そのスタイルを継続して、そうですね、埋もれているというね。そう、僕ね、1966年のアイアンショベルに恋をしました。はい、アイアン XLCH、 XLCH ですね。もう初めての、そうですね、アイアン初めて、そう、アイアンですね、初めてらしい。こうスポーツスター、あー、そうですね、初ですね。初なんですけど、自分も乗ったことないですか。そうだよね、うん、なんでこいつなのかなと思ったらね、やっぱ分かんないけど、はい、まあ、自分が革ジャンを着てるスタイルがやっぱ俺自分一番好きだし、はいはい、つかやっぱ革ジャン似合うなって思うんですよ、うん、これは自分でね、はいはいはい、これでいいよ、思ってない。私は思ってないです。いいんだよ、似合うから。いやいやいや、もうこれで生きてきてるからね。まあまあ、そう、それで、はい、なんかあのチョッパーとか、うん、ボバーとか、うん、まあ本当オリジナルストックというかね、うん、オリジナルの見た目のハルもかっこいいけど、はい、全部着て乗ったじゃん、うん、あ、そうですね、ね、うん、そうですよね。そう、でもその中でなんか実はそういうアイアンショベルの、まあ俺買ったのもう本当ドノーマルというかね、もうオリジナルのまんまの、もうフルオリジナル、オリジナルですね、工場出荷されたまんま、もう本当ミュージアムコンディションですよこれ、うん、ですね、うん、本当になかなか見ないと思いますよ、これだけ純正度が高い、うん、でまあそれはね別にいいんだけど、自分が一番かっこいいなと思う今のスタイルがやっぱそういうスタイルだったから、オリジナルの、そうそうそう、ちょっと前までだったら多分アイアンに乗りたいなとも思ってなかったし、もチョッパーだって全然ずっとパンのチョッパーがいい、パンのチョッパー、パンのチョッパーって、うん、だけどね、なんかもう今楽しみで、うん、それこそさ、僕ハーレーダビッソンで、うん、乗ってたのって、うん、ジョッキーシフトとかさ、とかハンドシフト、タンクシフト、ハンドシフトのみじゃないですか。そうですね、もうだからクラッチを握って走ってギアを入れるっていうのはバイクとしては普通の動作が、普通の動作がもう何年ぶりなんだよ。教習所ぶり、あ、 Z1 ぶりか、あ、 Z か、 Z1 の時はでも左だったけど、アイアン右じゃないですか、ね、66年だからシフトこけるかなとか、いろんな心配もなんか いろいろとさ、新しめに見えるけど66年だからね、言うても54年前だから、言ってもしっかり古いですからね。そう、しっかり古いの、いいね今の、言ってもしっかり古いから、じゃあ本当そうですよ、すごいさ、なんかドキドキしてて、これからね、まだすぐ乗れる状況ではない、状態ではないですけど、まあね、ちょっと整備をこれから始めて、そうです、なんでこれがもし納車された暁には、ああ、伝説と言われているあのサンセットラン、そうですね、サンセットベイの革ジャンを着た人間たちのみで走るサンセットランをね、改めてできればなと、やりましょう。めちゃめちゃかっこいいんだよね、あのランね、唯一のスポーツスター、はい、アイアン、そうだね、ね、みんなビッグツインだから結局、うん、ビッグツインはちょっとね、あ、ビッグツインちょっと知らない、うちビッグツイン限定なんだみたいなこと言われ、コバコバやってたもんね、いや、うちはビッグツインだけなんだよみたいな、俺が作ったランなんだよね、うもう創設者が拒否られる、アイアンダメだって、アイアンダメなんだ、自分アイアン好きですけどね、俺もアイアン大好き、いいですよ、ビッグツイン限定じゃないです、
なんか小綺麗だよね。なんか一番気軽に肩肘張らずに乗れるのかな。でなんかちっちゃいよね、思ったよね。だいぶコンパクトですね。そうだから、なんか今までね、よくからそうだったけど、うん、これはなんかスッとね、ケツになんかね、嫁さんでも乗っけてさ、うん、いいですね。ちょっとなんかね、三浦の方まで丸を食い行こうかみたいなことができるよね。チョッパーじゃちょっとね、自分のじゃもうちょっと誰も乗せられないですもんね。うん、もう多分ほんと後ろ乗れよなんて言えないからね。地獄だからね、ケツは。いや、本当ですよね。そう、ごめんなさいね、バイクダウンに花を咲かせてしまいましたね。よくも二人ともバイク好きで、まあ、バイクから始まったあれもね、関係がね、洋服、まあ洋服好きってのはもちろんなんだけどね、うん、そう、だからなんかやっと自分のライフスタイルにね、うん、迎え入れられるバイクを選べたなっていう部分では、いいですね。だから今回の J トークはバイク界、バイクダンディ、うん、バイク系もなんかこう、せっかくジャニーさんもバイクを買ったことですし、うん、手に入れて、うん、自分も乗ってて、サンセットランっていうのもあるし、ちょっとなんかバイク系のこう動画、アネモスコープチャンネルでもなんかちょっと載せたいな。そうなんだよね、結局でもアネモのさ、うん、あのお客さんってさ、バイク乗ってる人多いしね。そうですね、みんなかっこいいよね、でもね、なんか、いや、そうですよね、本当にね、嬉しいですよね。うん、そう、だからまあなんかそれはね、多分今までバイクネタを持ってこなかったのは俺がバイクに乗ってなかったからっていうエゴな部分ももちろんあったのかもしれない、うん、今だからそれ、そういうことっすか。だったのかもしれない、もう自分の中では分かんないけど、はい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 、バイクとは切り離してサンセットウェイを考えていきたいなと思ってたけど、でもそれは本当に思ったの。まあ、なんかそうですね、バイク乗りが着てる革ジャンってかっこいい革ジャンあんまないじゃん。しかもなんかやっぱイメージとしてバイクに乗ってないとダメなのかなみたいな、うん、そうそうそう、あれじゃないですか。で俺はやっぱファッションの方でデビューショートしたかったし、でも原点を見てみればやっぱランプグローブスだってサンセットベイだってギアとしてはモーターサイクルっていうものに精通するものに対しての当て込みだから、確かに、そうそうそう、だからちょっと2019下半期は素直に生きるっていう生き方をちょっとみんなに提示できたらなっていう思います。なんか上半期の抱負を語るみたいになって。いいですね、バイク絡みでちょっとやりましょうよ。そうね。